アイテム番号 SCP-545JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-545JP が存在する座標の地浴場海面に財団保有の調査船、イソグサが停泊し、周辺の監視と民間船の侵入を防ぎます。区域内は遠隔操作無人探査機、リュウグウ12000によって2度の交代を含む24時間の監視が行われますが、その際に半径5メートル以内の接近は禁止されます。SCP-545JP の観測を行う場合は対象の精神的な安定を図るため、ディスプレイを用いて適度な質疑応答を行ってください。付近に大型の海洋生物を確認した場合は専門機器による音波の発生や投稿などの手段を駆使して威嚇を行い、海洋生物の逃避を促してください。問題が発生した際は速やかに主任研究員に連絡してください。説明 SCP-545JP は東京都出身の女性ピアニスト、青木、です。伊豆、小笠原海溝の、削除済み、海面下7877メートルに存在しており、水圧、水温、海水の影響を一切受けることなく、ピアノ椅子に着席した状態でグランドピアノ SCP-545JP、A と指定閉じの演奏を発見当初から現在に至るまで継続しています。演奏を行っている間の SCP-545JP は海中で本来受けるべき物理的な効果を受けているようには見えず、衣服や毛髪等も海流の影響を受けていないように視認されていますが、付近の海洋生物や浮遊物は通常の海中と同様の動きを見せていることから、この効果は SCP-545JP と SCP-545JP-A のみに該当するものであると考えられています。また、SCP-545JP は睡眠や食事を行うことなく普及で演奏を続けており、この異常性が SCP-545JP と SCP-545JP のどちらに由来するものかは判明していません。また、SCP-545JP は探査機によって視認可能な距離まで接近した場合に何かを伝えようとする口の動きや困惑した表情を見せており、唇と舌の動きから解読された結果からこの異常性には精神的な強制力はなく SCP-545JP によって自発的に引き起こされている効果だと考えられています。SCP-545JP-A は製造者、製造年月日不明のグランドピアノと専用のピアノ椅子です。以前の所有者であるドイツ在住のピアニストのエリーゼ・ローテンベルガーの自宅で発生した火災時に、邸宅が全焼しているのにもかかわらず一切の焼損の痕跡が認められないまま発見されたことによって、異常性を保有している可能性があるとして財団の調査対象となりました。本来ならば警察機関に押収された後にドイツ支部の職員によって調査が行われる手はずでしたが、遺族の強い要求によって一時的に返還が行われ、その後所在不明となっています。ホイ SCP-545JP は20月、月日に房総半島沖で発生した、海外企業2が保有する客船、オーシャン、パレス、の沈没事故に対する事後調査中に発見されました。沈没事故の当日、客船内においてマーシャル、カーター&ダーク株式会社主催の船上オークションが開かれており、SCP-545JP は SCP-545JP-A のプレゼンテーションのための奏者として招かれた可能性が高いと思われています3。沈没後の調査において同団体の痕跡は発見されませんでしたが、その後生還した一部のオークション参加者の証言から、目玉商品カッコロスリーダーカッコ閉じ、と称されていた特異性を持つと思われる物品の、大暴れカッコラムページングカッコ閉じ、によって船の沈没へと繋がったことが判明したため、事態が沈静化した後も周辺海域の漂流物や付近の海底を調査していたことが SCP-545JP の発見へと繋がりました。ホイ現在の SCP-545JP が存在する海域の状況を考慮して開発が行われていた、深海の環境下においても稼働可能な耐圧。ディスプレイの開発に成功したことにより、対象との意思の疎通が可能であると判断されました。以下は探査機と SCP-545JP との間で行われたインタビューの記録を書き起こしたものです。対象 SCP-545JP。インタビュアー下北沢博士括弧調査船内からディスプレイを操作括弧閉じ。付記このインタビューは遠隔操作部人探査機の表面に取り付けられた耐圧。ディスプレイをスクプクスジュプに読み取らせ、それに返答する口の動きを調査船で解析した内容を研究員に伝える形でコミュニケーションを行う方法が取られています。
互いに交信の動きとディスプレイが読み取れるように、周囲を十分に照らせるほどの耐圧処理を施した投光機が探査船に配備されています。ディスプレイこの文字が読めますか？もし大丈夫なら首を縦に振ってください。否定の場合は横でお願いします。もし伝えたいことがあるなら口を動かしてください。我々でその動きを可能な限り読み取ります。SCP-545JP、首を縦に振る。ディスプレイ問題ないようですね。まずはあなたについて教えていただけますか？互いについての情報を交換する。SCP-545JP に対して財団の情報を与えないという判断のもと、沈没事故の調査委員会であると説明。ディスプレイ了解しました。現在の状況を簡潔に伝えていただけますか？無理ならば首を横に振ってください。SCP-545JP ピアノを、弾いてないと溺れるのよ。助けて。ディスプレイやめたら死ぬ、ということはそのままの意味ですか？SCP-545JP 溺れちゃう。弾くのやめたら、溺れちゃうのよ。ディスプレイわかりました。演奏を続けていて疲労などは感じていますか？体調不良などはありますか？ SCP-545JP、首を横に振る。体はなんともないわね。疲れたりもしないし眠くもならないの。ディスプレイわかりました。演奏する曲は決まっているのですか？ SCP-545JP、首を横に振る。曲は何でもいいみたい。今は月光。その前は、猫踏んじゃった。鍵盤を適当に叩いてみたけどそれでも大丈夫だったわ。でも弾くのをやめるとだんだん寒くなるし、息も苦しくなるの。やめたら溺れちゃうんだと思う。ディスプレイ演奏の内容は関係ないということですね。わかりました。次は船内のことについて教えていただけますか？ SCP-545JP 船のこと。二十秒間口の動きが止まる。演奏してたら急に大きな音がして、体が浮いたような、落ちるような感覚がして、気がついたらここにいたのよ。私はただ呼ばれて演奏していただけなのに、なんでこんなことに、SCP-545JP が激しく口を動かしたため、これ以降は解読不能。ディスプレイわかりました。落ち着いてください。その、落ちた、瞬間のことを詳しく説明してもらっていいですか？ SCP-545JP ごめんなさい。久しぶりに誰かとか言われきたから、落ちた試運管ね。使用時期言うとよくわからないの。私演奏機誘発すごく集中してるから、32秒間口の動きが止まる。確か、奥にあった舞台に、大きな水槽が置いてあったんだけど、そこから何か音がしたような気がするわ。でも何があったかは本当にわからないの。ただ、ひたすら鍵盤を叩いて記憶に集中して、右を向き再び口を激しく動かす。ディスプレイどうしました？何かありましたか？ SCP-545JP 何かいる。もういや、気味が悪い。ディスプレイそれは深海魚です。気になることはありますか？あなたに対して害を及ぼそうとしていますか？ SCP-545JP いや、大丈夫。それにしても気持ち悪いわね。いつもは暗くて見えないけど、たまに何かが体にぶつかると思ってたの。別に痛くはないんだけどね。ディスプレイわかりました。次に来るときは何か手段を講じましょう。そのまま演奏を続けてください。また来ます。SCP-545JP 待って、もう帰るの。明かりがないと暗くて何も見えないし、一人は寂しいのよ。早くなんとかして、助けて、助けて、首を大きく横に振る。投光機を周囲に向けながら探査船が急上昇を始める。終了報告書現時点において対象の健康状態には問題はないことが判明。船の転覆時の状況がつかめないのは予想外であったが、関連していると思われるオブジェクトについての有意義な情報が手に入ったことは考慮に値する。
彼女の精神面のケアを行うためにも探査船を用いてのコミュニケーションを続け、同時に周辺海域の調査も進めていくべきだろう。現状取れる手段として強力なライトを用意して、不要な接近も控えるように指示を行う。あくまでも推定ではあるが、ピアノからの音や水中の振動に反応している可能性もあることから、そのことを視野に入れた機器を配備すべきだと思われる。状況から判断して当面は SCP-545JP についての対処が優先だと判断する。現状、SCP-545JP に対しての収容は十分であるとも言える。しかし、我々に必要なのはさらなる手段だ。深海8000メートルに沈んでいるピアノと人間を演奏を止めさせることなく、周囲に気を配りながら引き上げる手段を何としても確立しなくてはならない。いつまでも彼女に、深海魚、だと言い続けるのも無理があるだろうからな。下北沢博士、